こんにちは、キュウよりこれ勉強法著書の松原です。今日は高3から始めてももう手遅れである説という話をしたいと思っています。浪人生はね、まだ時間がたくさんあると思いますが、高校生っていうのはやっぱり高校に行く時間っていうね、拘束されている時間があるので、しかも高3生、しかもね、今特に私立大学に関して言うとかなり難しくなってきてます。定員がね、非常にこう絞られていて、で志願者数が増えてると、こういう状況があるわけですね。でもしね、今がね不況だったら私立の志願者っていうのは減っちゃうんだけども、今、アベノミクスや公共ということもあってね、結構次第を受ける人も多い中で、今文科省のね政策で定員を、ね、こう絞り込みっていうのは、もう始まってるわけですね。なので高3生が今から浪人生と戦ってやっていくために、もう今からねやってはもう遅れてしまってるっていう、そこはね、どうしても脱げない部分があります。でもそうは言っても現役で大学に受かりたい、志望校に受かりたいと、そう思う人に向けてね、今日僕なりの3つのねとことんっていうのはねお話したいと思っています。要はもう限られた時間の中で圧縮して効率よくやっていく、これしかないんですが、そのためには3つのねとことんっていうのがあるんです。じゃあ最初の1つ、とことん、それはとことん捨てるということです。とことん捨てるということは何なのかというと、志望校にの、入試で出ない分野、あるいは出る可能性が非常に低い分野はもうバッサリ捨てるであったり、あるいは配点の高いところだけしっかり、ね、得点して、それ以外も捨てるっていうね、そういう戦略です。特に例えばね、英語に関して言えば、正直ね、私立の文系の、早稲田とか慶応、含めてですけども、長文だけクリアしたらもう合格点は取れるんですよ、ね、もう英作文とかね、ネクストのような文法問題集とかね、そういうものはもう一切捨てて、英文読解だけ得意にしたらもう英語はそれでね高得点取れるんですよ。これは難しい大学であればあるほどこの傾向は強い。逆にランクが低い大学だと文法問題の配点が高かったり、英作文のね問題の配点が高かったり、するわけですが、でもあなたがどこの大学に行きたいのか、それさえ決まったらね、戦略が決まるわけです。人によってはもう長文だけやる、それだけやったらもう英語は OK、 あるいは志望校が文法問題いっぱい出すとこであれば、それは文法問題をね、がっつりやって長文のウェイトを下げる、こういうふうに無駄なことを一切捨てるっていう考え方が非常に大事です、ね、で例えば国語に関しても現代文重視っていうのが基本的な、スタンスであり、そして小説っていうのは基本出ないわけだから、私立はねもう国立もあんま出ません。小説っていうのはかなりこう答えがね、こうブレちゃうので基本的には出ないんです。だったらば評論、小説っていうのも詳しい説明の方ですね、そっちの方に集中してやっていくですとか、あるいは漢文とかね、漢字多少出るところそれはありますけども、基本的にはやっぱ古文、現代文、これが一番比重として大きいわけです、ね、なんでここに時間をかけていく。で時間がなければね、古文はもうはっきり言って、古文単語と文法さえ押さえたら大体5割ぐらい取れるような、設定になってるわけです。で基本的に古文の問題っていうのは、今のね現代語と違う言葉が使われた時にちゃんと訳せるか、そして文法的なね、知識がちゃんと備わっていて、主語とか目的語がね、書いてなくても補っていけるか、そして、文学史、この3つのね、問題しか出ないわけですけども、単語と文法さえ押さえたら大体ね、得点としてはね、最低限のが取れます。だったらば、あとは現代文にね、ガツッとね、費やすべきだとかね。あるいは数学に関しても、例えば大学によっては、筆跡は必ず出るとかね、確率は必ず出るとかね、そういう傾向は必ずね、過去問に書いてあります。できれば10年分が見てしまうとね、もう大体こうパターンが見えてくる。そしたら、まず出やすいところからやっていけば、それ以外の分野は、もし出たとしてもね、そこはちょっと点数取れないかもしれないけど、よく出るとこだけでもしっかりね点数取ってれば6割7割の得点率なんて十分目指していきます。他のね歴史に関しても、例えば宋慶常治マーチっていう、カンカン同率になったら基本近現代、近世が重視されるわけだから、まず先にそっちをガツッとやって、そして遡っていくとかね、そういう戦略、まず一番出やすいところをやる、このとことん無駄なことを捨てる、これをぜひやってほしい。これは高3生は絶対やってほしい。で2つ目のとことん、とことん覚えるってことですね。もうね、頭で考えようとすることは、その次のステージであって、まず覚える、覚えるときに英単語をね、例えば1冊の英単語帳を
ちま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 覚えて3ヶ月4ヶ月覚えましたとか、そんなね無駄なこともやるなと、ね、1分間で300個の単語に触れてそれを1週間続けたら9割ぐらいね覚えるんです。9割ぐらい覚えるんです。だからその方法をねちゃんと学んでほしい。まあ英単語に限らず、例えば速読だってそうです。英文読解の速読、現代の速読、正しい、ね、速読の仕方っていうのはありますから、それはまあぜひねこの概要欄のリンクに、貼っておきますから、ぜひそちらの方は動画の方を確認してほしいんだけども、あとはそうですね、漢字も速習でね、速習で覚える方法があります。時間をかけちゃいけない、ね、大量に覚えなきゃいけないってことは大量の時間が必要なわけですよ。でその大量の時間っていうのはもう今高3生なんかにはないわけだから、時短で時短でどれだけのものをこう自分の中にインプットできるか、これが勝負です。で数学に関してもね、応用が効く解法暗記っていうね、そういう方法もあります。結局ね、数学の試験なんかは基本公式とか基本解法を覚えて解ける問題は、まあ、全体の多分 3,4 割しかない。で難しい大学だとほぼゼロかもしれない。じゃあその基本的な解法とか公式をどう使って応用問題を解くのかっていうね勉強方法、これはまあ、次の話になるんだけども、そこにつながるような暗記の仕方、解法暗記の仕方というのがありますから、それもぜひね概要欄のリンクから確認してほしい。あとはそうですね、歴史とか、その公民に関しての勉強法に関してもね、最初から細かいことが覚えていこうとする人がいるんですよ。もうそんなのも全く意味がない、ね、ホールトゥディティールという考え方があります。ホールというのは全体をサクッと、サクッと見る、サクッと覚える、概要だけつかむ、そしてディティール、細かいところを覚えていく。この考え方でやると一気に効率が 3,4 倍も上がっていきます、ね、例えば世界史だったら漫画とかね、あるいは、政治経済だったら面白いほど分かるみたいな理解本でまず全体をザクッと明日ね、まあ、仕入れて、そして細かい話に入っていく、まあ、日本史も同様ですね。で地理に関しては、まあ、あれはね、まあ、ちょっと暗記科目というよりかは思考的な科目なんで、これはちょっと特殊な勉強法がありますから、それもまあ概要欄のリンクで貼っておこうと思います。まあ、あとはそうですね、科学、物理、基本数学の勉強法と同じなんで、その効率のいい解法の覚え方、公式の覚え方、ぜひ実践してほしい。で生物に関しては、要は生物もまず全体をサクッとね、重要なところだけ覚えておくと、そして細かいところは覚えていくと、この順番も学んでほしいと思います。で3つ目のとことん、はい、これはとことん考えるということですね。ね、暗記だけでクリアできるようなね、もう生半可な試験じゃなくなってきた大学受験は。それは君たちのお父さんお母さんの時代なんかはね、もうはっきりと覚えたら点数取れるわけですよ。だから君がね、例えばセンターとか、まあ、そのもし、ね、点数が取れないときになんで取れないんだってね、多分言ってくるかもしれないけども、言ってあげてほしい。お前らの時代と全然レベルが違えんだよとね、今の方がはるかに難しい、考えないと解けない。じゃあとことん考えるっていう勉強が必要なんだけど、じゃあとことん考える勉強法って高校で教えてくれるか教えません。予備校で教えるか教えない。じゃあどうするか、この YouTube 予備校で、ね、全部公開してます。でとことん考えるというのはどういうことかって言ったら、さっきのね、とことん覚えるということで覚えた知識を使ってどうやって難しいものを解いていくのか、どうやって難しい長文読解をしていくのか、どうやって難しい数学のものを解いていくのか、どうやって難しい地理、ね、あるいは公民、政経、あるいは日本史、世界史、そうしたね、記述式の問題をどうやって解くかとかね、そういうとことん考えるっていう勉強法っていうのを先にね、しっかり学んでもらって、そして勉強すると、ね、勉強をまずするんじゃない、まずとことん、ね、効率的な勉強方法、暗記の仕方っていうのをしっかり仕入れてからやると。これはこの3つのとことん共通することですけどね。だからまず最初にとことん無駄を削ぎ落とす、ね、まず自分の、受ける大学の過去問を見てね、どこが出やすい出にくいかってちゃんと把握して、ここはやる、やらない、やらないことを決めることが大事ね。で次に効率的な勉強法、とことん覚えるっていうのをやって、そしてとことん考えるっていうところで覚えた知識をどうやって解いていけばいいのかってことをね、どん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 耕してほしいと思ってます。まあ、とにかくね、高3生は時間がありません。この3つのとことんをやってやっと志望校に向かうんじゃないかと思いますから、努力の前にやるべきことがある、この3つのとことんをぜひね実践してほしいと思ってます。今日は以上です。